福岡高速道路は、福岡県福岡市とその周辺の大野城市、太宰府市、か谷町に、路線網を有する有料の自動車専用道路である。総延長は、約 56.8km。福岡都市高速道路、福岡高速、または、福岡都市高速と言われることもある。福岡市の地元一般では略して、都市高速、都市高と呼ばれ、 道路標識や福岡高速を経由する路線バスにおいても都市高速アーバンエクスプレスウェイと福岡北九州高速道路公社が建設、管理を行う指定都市高速道路であり道路法上は福岡市道である4号かす線全線と1号かしい線の一部がアジアハイウェイ1号線に指定されているまた全線が地域高規格道路の計画路線に 指定されている。福岡高速道路と周辺高速道路のルート図。福岡高速道路には以下の路線がある。2012年7月21日に福州家ジャンクションにおいて1号線と5号線の接続部分が開通し、環状路線が完成するのと同時に通称名が付与された。通称名、区間は下記の通り。 案内標識はすべて通称名のものに置き換えられた。6号アイランドシティ線は2021年3月27日に開通した。なお、5号線は全線が環状線の一部となっているため、通称としては用いられていない。令和元年10月1日の消費税増税に伴い通行料金が改定された。九州道から乗り入れるダザイインターチェンジ及び、 福岡インターチェンジでは、ネクスコの通行料金と福岡都市高速の通行料金を同時に収受するためにクレジットカードの利用ができるが、他の料金所では ETC 利用時を除いてクレジットカードの利用ができない。福岡高速3号線を福岡空港へ直結させる福岡空港連絡道路については、現在は環境影響評価の手続きが進められている。 都市高速西公園付近を走行する西鉄バス。ナンバープレート直下左に速度60の表示板がついている。福岡高速道路では高速バス以外に西鉄バスの一般路線バスが運行されている。通常の路線バス用の車両を使用するために座席ベルトの設備がなく安全上、環状線、2号太宰府線の本線車道。 時速 80km 制限区間でも時速 60km で走行する。特に環状線とカッシー線においては運行本数が一般道経由の路線よりも多く朝夕には西鉄バスが高速上で数台並んで走る姿も見られる。昼間でも福岡都心シーサイドも持ち館は時刻表上4分間隔と記載されている。ありがとうございます。